僕は今京急川崎駅に来ています。当駅の京急本線ホームは2面4線の構造になっていて、各駅停車と乗車別の待ち合わせなども行われる京急本線の中ではかなり重要な駅です。京急本線は東京都の泉岳寺駅から神奈川県の浦賀駅までを結ぶ京急電鉄の中心的存在、代表路線といっても過言ではありません。そんな代表路線とは裏腹のここ京急川崎駅から分岐をするちょっと影の薄い路線に今回は乗車をしていこうと思います。それでは本日もぜひ最後までよろしくお願いいたします。今回乗車をしていくちょっと影の薄い路線というのがこの大師線です。大師線というのはここ京急川崎駅から小島新田駅までのわずか 4.5km を結ぶ路線です。こちらが京急川崎駅の大師線ホームです。本線の2面4線の高架駅とは打って変わって、こちらは2面2線の地上駅となっていて、本線のホームと比べるとこじんまりとしています。この動画を撮影した時は3番線で乗車・降車ともに行っていますが、2番線側には降車ホームと書いているので、通勤ラッシュ時間帯などはもしかしたら2番線が降車のホームとなって、3番線が乗車の専用のホームと分けられるのかもしれません。これは車両側面の行き先方向幕です。この幕もなかなか特徴的で、全国のほとんどの路線は1つの駅名が書かれているのが普通ですが、この大師線では小島新田、京急、川崎と2つの駅名が書かれていて、両駅の間をピストンのように往復しているということがこの方向幕を見るとわかります。運行本数は1時間あたり日中は6本となっていて、つまり10分に1本出発しています。平日の朝は5分間隔で運行されています。大師線はホームの有効長の関係で全ての列車が4両編成で運転されていて、使用されている車両は1500型、1000型、600型の3つの形式です。今回乗る運用では600型が充当されました。車両の前面を映しているんですが、京急の車両というと型番が前面に書いてあるといったイメージがあるんですが、この型番っていうのはくり抜かれているんですね。てっきり塗装かと思いました。車内の LCD を見てみますと、京急川崎駅を入れても7駅しかないので一画面で全駅が収まっています。ドア部分には QR コードが貼られています。おそらくこれはこの車両が京急本線や都営浅草線などへも直通するので、ホームドアのある駅に対応させるものかと思われます。ちなみに大師線では全ての駅にホームドアはありません。というわけで京急川崎駅を出発していきます。左側に見えている高架線が京急本線で、この大師線の線路と京急本線の線路はつながっています。大晦日の終夜運転時など特別な時を除いて本線と大師線の直通運転は行っていません。本線と大師線を直通する短絡線の真ん中には3本ほどの小さな留置線があります。ここで大師線の線路は大きく右にカーブをして、終点の小島新田まで多摩川に沿うように線路が敷かれています。大師線の最高速度は60キロと他の京急の路線と比べるとかなりゆっくりとした速度で走行をしていきます。小島新田方面からは大師線で最も古い車両である1500型がやってきました。つい先日1500型の置き換えが京急から発表されたので、このような風景が見られるのも残りわずかかもしれません。大師線の現在の始発駅は京急川崎駅ですが、開業した1899年から3年間の間は現在通過している付近にあった6号橋駅が起点でした。この6号橋駅というのは京急川崎駅からは約800メートルも離れた場所です。なぜこんなにも不便な場所に始発駅があったのかというと、この路線が開業した頃は人力車の最盛期でした。人力車の運転士にあたる車夫という方が、鉄道が開業してしまうと人力車の利用客が減ってしまうということを恐れて川崎駅からの開業を猛反発し、結果的に川崎駅から6号橋駅までを人力車の担当として、6号橋駅から川崎大師までを鉄道の担当とすることで決着がついたようです。京急川崎駅を出発すること約2分、最初の停車駅港町駅に到着です。当駅は川崎競馬場の最寄り駅となっています。
一駅進んで列車はただいま鈴木町駅に停車中なんですけれども、もう次の停車駅である川崎大師駅が前方に見えています。鈴木町川崎大師間の駅間はとても短いということがわかります。先ほどご紹介したもう現在は廃止となってしまいましたが、六王橋駅からここ川崎大師駅までが京急大師線で最初に開業した区間、もっと言えば京急線の歴史が始まった区間でもあります。現在は東京都内から神奈川県の三浦半島までの広大な路線網を持つ京急電鉄ですが、最初は川崎大師への参拝客の輸送を目的として建設されました。大師線は関東で初めて電車で運行を始めた路線でもありますし、京急線全線や新幹線などでも使われている1435ミリのレール幅を日本で初めて採用した路線でもあります。こじんまりとした路線に見えますが、意外にも大きな歴史を持っている路線です。東門前駅を出発すると線路が地下に潜っていきます。大師線は東門前駅から大師橋駅を挟んで小島新田駅の手前までが地下区間となっています。鈴木町駅から東門前間の地下化も検討はされているようですが、新型コロナウイルスの影響で着工の見込みは立っていないようです。地下に入ると京急の空港線のような雰囲気が漂います。まもなく到着する大師橋駅は大師線の中で唯一の地下駅となっています。この大師橋駅の旧駅名が産業道路駅という名前で、名前からもわかるようにこの真上には大きな道路が通っています。この区間が地下化されていない頃は上にとても迫力のある大きな踏切があって、交通渋滞の原因の一つになっていました。再び地上区間に出てきて京急川崎駅を出発してから10分で終点の小島新田駅に到着です。小島新田駅は1面2線の構造となっていて、基本的には1番線に発着をします。2番線は平日の朝や川崎大師への参拝客が増える年始など本数が増えた時に補助的に使用されるホームです。ホームには電光掲示板が設置されているんですけれども、ずっと新型コロナウイルス関係のことが流れていて、肝心の列車の発車時刻などが流れていませんでした。駅名表は光るタイプではなくて、板に文字が塗装されているだけのコストカットされたものとなっています。方面表示は京急川崎横浜品川新橋方面と、京急線のみならず都営浅草線方面まで駅名が書かれているというのが意外でした。最後に小島新田駅の周辺をご紹介していきます。小島新田駅の東側にはタクシーの駐車場があるんですけれども、この駐車場を囲っている囲いがなんだか鉄道の線路沿いにある柵と似ています。その後ろにある壁も非常に不自然で、途中まではコンクリート製なんですけれども、タクシー乗り場の真後ろの部分だけは金属製になっています。上から見るとよりわかりやすいです。明らかに小島新田駅より先の部分にも線路が敷かれていた痕跡が残っています。実はかつてはここから先、小島新田駅より南側にある桜本というところまで大師線の線路は続いていました。今貨物列車が走行している川崎貨物駅ができる前までは、この小島新田駅は今よりも300メートルほど東側の位置にあったようです。歩道橋を少し進んで北の方を見てみると複線のトンネルがあります。この線路は川崎貨物駅から羽田空港の真下を通って東京貨物ターミナルへ伸びる貨物線の線路です。小島新田駅の目の前にはセブンイレブンがあるんですけれども、このセブンイレブン、なんだか一般的なセブンイレブンとは外観の様子が異なります。もしかしたらかつて鉄道用の施設だったものを改修してできたのかもしれません。ということで今回は京急川崎駅から分岐をするちょっと影の薄い路線、京急大師線のご紹介でした。お楽しみいただけましたら幸いです。皆さんもぜひ興味があれば乗車をしてみてください。それでは本日の動画は以上となります。コメント、評価、チャンネル登録、何でもいいので応援をしていただけると嬉しいです。本日も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。